夏子ラジオカーズの瀬。どうも桑田夏子です。カズニチはカーズです。はい、この番組はネット界隈で話題になっているニュースをはじめ、最近のアニメ、ゲーム、漫画情報、ニュースサイト管理人カーズ目線でお伝えしていく番組なんだけど、あれいつもと様子が違う、タイトルも違う、ね、何この予感は。2回目だね、こうなったのありましたね、そんなこと前にも、なんかしかもタイトルコールももう取り直したから。そうですね、これから何回も使うぞってことですか、これは。使うぞってことですよ、これ。つまりどういうことですか、これ、桑谷さん。今日はですね、ほら、私の、こうネットワークというか、ネットワーク、うん、桑谷ネットワークゲストがもしかして、ネットワークゲストが来るのですよ。おー、楽しみですね。はい、まあ、他のコーナーももちろんいつも通りやりますけど。そうですね、はい、久々に声優さんが来ていただけるということで、いろいろでもあったんだよね、いろいろありましたねということなんですけども、うん、コミケも終わりましてですね、はい、実は8月も終わろうとしていますけども、ね、うん、ですね、私コミケの準備にかかりっきりでして、ね、うん、オリンピックさっぱりわかりません。そう、もう本当ありえないから、はい、さっきめちゃくちゃ言われましたね。いや、だからこれだから丸々はみたいな感じで言いたいぐらいなんだけど、あと、まあ、あと忙しい人とね。そうですね、うん、まあ、もうオリンピック見てる暇がない、暇がない、いや、まあ、僕はそれなんですけども、だけどこれだからカーズはってことですよね、つまり。いやいや、ほらコミケに追われるからさ。そうですね、スポーツなんか興味ないよってことなんですけど。そうそうそう、もうスポーツに興味持てと。そうなんですよ、少しくらい体を動かせと、はい、私は言いたい。確かに外に出てねって感じ、ちょっと暑いじゃんだってって感じ。まあ、それは私も同感なんだけど。あ、見るぐらいはみたいな、うん、そうそう、興味ぐらいはね、そう、応援しようよってことなんですがね。はい、そんな感じですね。今回なんですけども、うん、そのタイトルが変わりましたが、はい、ゲストは、ゲストはなんと、はい、力丸のり子ちゃん、声優の力丸のり子ちゃんがゲストに登場。お楽しみに。それでは夏子ラジオカズの瀬スタート。乗っ取られた。カズラジオ夏子の瀬。改めまして、どうも桑谷夏子です。カズニチはカーズです。なんか変な感じ。そうだね。でですね、今回なんですけども、はい、まあ、コミケ終わりということでですね、はい、僕の方がですね、サークル出展しましたんで、はい、その様子をお伝えしようかなと思いまして、うん、じゃあカーズアイはお休みなんだ。お休みですね、うん、まあ、強いて言うならばこのトピックの話題が、まあ、今回の僕のコミケ参加ということなんですけども、はい、まずですね、うん、僕は3日目の日曜日に参加したんですけども、はい、まずでこの日だけがすごい涼しくてですね、非常に助かりました。あ、うんうん、土曜日までかなり暑くてですね、みんなヒーヒー言ったじゃないですか。よかったね。その点では大変助かったんですけども、うんうん、でですけども、僕初めて車で行ったんですよ、コミケに、うん、はい、完全に道迷いましてですね。あ、そうなんだ。あの辺りって一通だらけなんですよ、はいはいはい、そうですね、ビッグサイト周辺って、うん、ぐる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 20分回ったんですが、それそんなドジっこぶりを発揮しつつ、うん、それさ、着く前に疲れちゃわない？はい、気力的にね、気持ち的にげんなりしてくる。もうね、折れるよね、ちょっと。心折れそうになりまして、ヒーコラ行ったんですけども、うん、でですね、まあ、実際この自分の席に着きますと、うん、この自分の新刊がありまして、もう盛り上がるわけですよ。あ、そっかそっか。そうなんですよ。で、うん、準備をするんですけども、うん、そこでですね、うん、前回エリスさんに来ていただきまして、うん、コミケのグッズがあったじゃないですか。あ、あった、コミケ用のサークル用の ね、サークル用のグッズが、うん、はい、あれがものすごい役に立ちまして、うん、いつもの3倍の速度で準備が終わりまして。そうなんだ。何もすることなくなりまして。え、よかったね。よかったです。そこからですね、準備期間っていうのは、まあ、会場前の時間はですね、うん、だいたいサークルさん同士がご挨拶にお伺いする時間になってるんですよ。まあ、それでそこで交流が生まれるんだ。ありますね。やっぱり今回僕の本の方ですね、まあ、マジカルエースが出ましたけども、うん、こちらのいろんな方に書いていただいたんですが、うん、3分の1ぐらいの豪華だね。豪華なね。さっきね、うん、桑谷さんにも本見ていただきましたが、はい、したけど、この番組的にもですね、上津誠さんですとか、うん、はい、松山誠二先生や、うん、春子ちゃんとかもね、参加してたり。そうですね、桃井春子さんも書いていただきましてですね、うん、だってあれでしょ、表紙はさ、トラドラ、そうです、アニメになるね。ね、今度秋からアニメになるね、トラドラの安先生に書いていただきましてですね、割としっかりした本で、まあ、自分で言うなって感じなんですけども、そしたらですね、会場30分前になりますと、うん、シャッターが降りるんですね。へ、1回東館、西館、まあ、東館も2つホールがあるんですけども、うん、そこは全て、うん、で、私ですね、自分のサークルに戻れなくなりましたですね。バカじゃないの。何それ。まあ、この2度目のドジッコがここで。ちょっと待って待って、はい、あれさ、あれだよね、でも参加したの初めてじゃないよね。はい。本当にどうしたの。浮かれてたらガラガラガラってシャッターが降りまして。浮かれしいだよそれ。そんなドジっ子たちが10人ぐらいでシャッターの前で呆然としたまま。あ、10人ぐらいいたんだ。いましたね、俺の他に。おバカだな。10時になったらまた開くんで、うん、そこまでずっとこう待ちぼうけで、うん、携帯に電話して、やっぱり閉じ込められたんだけどっていう電話で、うん、
そんな感じでぼーっとしまして、いや参った参ったって感じなんですけども、うんうん、でまあですね、その10時になりまして、うん、1分で戻りまして、うん、そうだよ ね、 ねお前早く来いって話だよね友達にしてみるやね、そう釣り線も全部僕は持ってたんで最初の客が1万円札出したら終わりだったっていう話なんで、お前みたいな話だよね、はい、なるほどね、そうなんです。で、あのサークル着きましたらもうありがたいことにですね、うん、まあ、お客さんがひっきりなしに来ていただいてですね、うん、よかったそうなんですよ、バンバン履けていきましてですね、うん、やっぱ自分のこう作った本がですね、まあ、目の前で買っていただいて、うん、いいよね、すごくね、うん、やりがいのあることなんですよ、なんか本当、うん、実感できるからね、目の前で。そうですね、うん、まあ、普通にね、本を出版、商業で出版するのもすごく本屋に並ぶのは嬉しいんですけども、うん、やっぱ同人はこの直接手渡しでね、感想とかもだって言われるでしょ。そうですそうです、うん、感想とか、あ、ラジオの感想とか言われましたよ。あ、言われるんだ、やっぱ。そうですね、あのラジオ聞いてますよとか、うん、なんか桑谷さんにもっといじめられてくださいとか言って、うん、いや、それ桑谷さん次第だからみたいなそうなんで、でもそういうコミュニケーションが持てるのはいいことですよね。普段あまりその生の声って聞かないんで、うん、聞けないからね、そういうのは。そうで、この番組のチラシ、はい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 、カーズラジオ夏コンテンツ新聞ありましたけども、うんうんうん、これがですね、時計見たら53分で品切れになりまして。あ、そうなんだ、はい、人気ありました。すごいね、結構ね、あの 前の日っていうかさ、あの前の日ではないけど、うん、結構ね、バリバリになってな、ね、吸ってたもんね。そう、コピー屋次第みたいな感じでガチャンガチャン吸ってましたけども、ね、で300吸って、うん、まあ、250だったんですけども、うん、配布が、うん、でそれ53分でなくなってしまいまして、うん、いや、もうありがたいんですけども、うん、まあですね、その後もですね、どんどん本が売れてきまして、うん、その間にもですね、やっぱ挨拶回りということで、うん、まあ、いろんな一般で入られた方がですね、いろいろ僕の方にですね、声をかけてくださるんですけども、うん、そこでですね、うん、先週ご紹介しましたですね、この小説がありますよね、うん、はいはい、はい、ありました。タイトルを読んでいただきますか。伏見司先生の、はい、俺の妹がこんなに可愛いわけがない。はい、こちらの方で僕のな、あのサイトの名前が使われたって話がありましたけども、うん、面白そうなね、はい、小説ですよね。ありましたけども、うん、その伏見先生がですね、サークルにいらっしゃいましてですね、うん、超感激でございまして、いや、もう勝手に名前使ってすいませんと謝る、うん、いや、そんなことないです、嬉しかったですという話をしまして、うん、はい、そこで盛り上がったんですけども、うん、やっぱりですね、うん、何がいいかっていうと、やっぱ先生もオタクと言いますか、割とアニメ、うん、ゲームとか大好きな方なんで、うん、初対面の方でも、うん、コミケのいいところっていうのは、その趣味が一緒だと、うん、すぐ盛り上がれるんですよ、初めて会った人でも。すごい、さ、なんていうのかな、うん、オタクの方って偏見かもしれないんですけど、はい、うん、なんかこうコミュニケーションを取るのが、なんかなんだろう、シャイな方、うん、シャイな方が多い、うん、から意外だよね、そういう共通点があるってだけで盛り上がれるんだったら、うん、普段にそれを活かせばすごいなんかさ、うん、おしゃべり上手というかさ、アピール上手になるんじゃないのって思うんだけど。あ、それに関してはですね、うん、例えば世間のね、うん、大多数の人たちがオリンピックで盛り上がっても、うん、話が分からず僕がポツンと黙ってる感じじゃないですか。さっきね、ポカーンとしたもん ね、 あれですね、私オリンピックの話したらね、はい、クワタイさんたちが盛り上がってる中で僕は黙ってこう座ってる感じ、うんうん、そっか、それが要するにアニメとかゲームとかに自分の特化するってこと。そうするとやっぱり自分でも話せる話題になるじゃないですか、はいはいはい、そこで盛り上がるんで、いや、伏見先生が別にそんなですね、うん、シャイな方で、いや、すごい明るい方で、うんうん、あ、どうもみたいな感じ、うんうん、テンションとしては、うん、カズさんどうもみたいな感じで来てくださって、うん、非常に盛り上がったんですけども、うん、その後メールをいただきまして、うん、このラジオ聞きましたと、うん、あ、そうなんだ、まあ、先週ね、本の方を取り上げさせていただきましたってことも話したんで、うんうん、先週こう聞いていただいたんですよ、うんうん、はい、桑谷さんにセリフを読んでいただけるなんてということで感激しております。ごめんなさい、棒読みで読んじゃってなんかなんだろう、ほらキャストとかが決まってるあれでもないから、うん、なんか変なイメージをつけちゃまずいかなと思ってあえて、うん、朗読調でみたいな感じで、うん、棒読みに読んだんですけどそんなこと言ってくれるんだったらなんかちゃんとやればよかったねそうです、そしたら私この役決まったかもしれないあ、先生の一押しでそうじゃないってすいません、本当勝手なこと言っちゃってあ、でもそういうつながりもありですよ ね、 ね、はい、いや、本当に喜んでいただきまして、うん、そんな感じありましたということで、はい、で、まあ、その間にも次から次へと本が売れていきましてですね、うん、13時前に完売いたしました、うん、すごいですね、それ早いんでしょ。ありがとうございます。割と早い方ですね、うん、部数持ち込んだのが大体800部で、うん、で関係者の方にお配りしたのがあったので、うん、700部ちょいを売ったんですけども、うん、それをですね、やっぱ13時前に売り切るというのは、うん、ひっきりなしにお客さんが途切れなかったということなんですよ、うん、いや、もう本当に冗談抜きで、うん、本当に涙が出てきた感じですね、恥ずかしい話、うん、よかったですね。 ありがとうございます、ってことは売れたってことはお金ボーナス入りましたよ、関西にぶっちゃけ完売しても赤字なんだからでもそうでしょうね、いろんな方にね、うん、そうですね、こんだけ豪華にするとやっぱりいろいろお金かかってね、コストがかかってね、ありますんでね、うん、でもやっぱこういう趣味でやってる部分と、うん、やっぱりこういう楽しさ、うん、これやっぱり変えられないものなんですよ、うんうん、そうだろうね、切れることかもしれないんですけど、うん、で
あの売るものなくなったんですよ、うん、でどうしたもんかなと思って、まあ、友達とか来ていうところにですね、うん、あのこの番組のゲスト来ていただいたマガリ先生が、うん、はいはい、まあ、フラッツ先生がいらしてですね、うん、カーズさん、あのカーズさん最近どこみたいな感じで来ていただいて、マガリ先生も出してたの？いや、あの一般で来られたんで、やっぱ午後から、なるほどね、うん、あ、忙しい中、そうですね、運んだんだし、まあ多分僕のために、わかんないですけど ね、 ね、来ていただいて、マガリ先生なんかあの勘違いしてますよ、僕のためにあ、いい方向へ考える、そうじゃないかもしれない、そうですね、でその後一緒に回ったんですけども、うんうん、マガリ先生のお友達がですね、はい、あの出店されてて、うん、あ、そっちでしたみたいなそうだよね本命そっちでしたみたいな追いついでだったみたいな面白い、はい、あのパイラン先生というですね、うん、やっぱり漫画家の方のですね、うん、サークルに一緒にお邪魔して、うん、あのいろいろお話しさせていただいたりとかですね、うん、非常に遊んだんですけども、あれだね、じゃあ今回のさ、うん、このコミケの挨拶回りとかそういうので、はい、またあれだね、カーズネットワークが増えたんだね、これ、ここでそのパイラン先生とかあのいろいろ広がっていって、いろいろね広がっていって、今後のゲストにつながるかもしれないですね、そうですね、じゃあ今度出演交渉してもいいですかって感じですよ ね、 ね、本当に、はい、そんな感じでいろいろ盛り上がってて、はい、ですね、で15時前に一応あの16時に終了するんですね、うん、コミケ自体は、はいはい、でそれの1時間前にやっぱりあの撤収しまして、うん、売るものないし、うん、やっぱり平常時間後だとやっぱり混雑するんですよ、駐車場とかも、うん、そうでしょうね、はい、あの道路も大変混むんで、うん、それまでにあの出ようということで、それさ、もう終わったお店、例えばそうやって売るものがなくなっちゃったら、はい、菅さんの場合、まあ、13時にあの、うん、売り切れてるじゃないですか、うん、そしたら13時に撤収もいいの？ありですね、その辺は自由ですね、うん、あの最初に会場前にはまずいなきゃいけないんですよ、うん、あのコミケさん、あのコミケのサークルの、スタッフさんが、うん、あのちゃんと見回りに来てくれて、うん、あのちゃんと遅刻しないかとかチェックはあるんですけども、うんうんうん、撤収する分には別にいいんだ、あの特にあの本当にいいなので、じゃあもう本当に売り切れちゃったところ、うん、人気のあるところは ですぐに撤収もできるんだね、そうですね、うん、ちなみにあのその高橋哲也先生とかですね、うん、あの個人で出されてるんですけども、うん、なんかあっという間に1時間しないでも確か完売したんじゃないかな、まあね、コピーさんで、まあ、言ってみれば高橋先生とかはもうプロですからね、そうですね、うん、であの今ちょうどアニメ化とかでも非常に注目されてる方なんで、うん、ね、あっという間に売れたらしくてです ね、 すごいね、ご本人はその、ま、その後ずっと企業ブースのドワンゴさんの方に行ってらっしゃるそうなんですけども、はい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 、って感じで、やっぱり人気があるとね、やっぱそんだけ盛り上がったりするんですけども、うん、そうですね、そんな感じで1日終わったんですけども、うん、大成功ってことで、大成功で本当に、ね、はい、これラジオね聞いていただいた方も本当にいっぱい来て、ね、はい、くださったんでありがとうございます、ありがとうございました、はい、あのこの本の方はですね、ですね、今回書店委託が決まりまして、はい、虎の穴さんで、はい、置いていただけることになりましたんで、すごいすごい、そうですね、あの本当はあの書店委託のなかったんですよ、うん、そのやろうとは、うん、あのするほど赤字なんで正直すると赤字なんで、まあでも本当に読みたいって方がいるんだったら、うん、あのそこはね、うん、ぜひともね、全ての方に手に取っていただきたいということで、うん、あの増刷しますんで、うん、ぜひともですね、虎の穴さんでね、お買い上げいただけたらと思いますんで、はい、ヤフオクとかで手出さないでねって感じで、うん、はい、そんな感じで、カーズのですね、あのコミケットレポートでした。以上、カーズがですね、コミケット74のサークル参加の感想をお届けいたしました。カーズラジオ夏子のせ。それではここでゲストをお呼びしたいと思います。フリーの声優として活躍中の力丸のりこちゃんです。どうもこんにちは、力丸のりこです。あ、今噛んだよ、名前噛んでるよ、やばいよね大丈夫そんな名前しかも、でも行きですからはい、そのまま流しますよみたいな感じで、もう一回、はい、スタートこんにちは、力丸のりこです。言えた言えた、いや、いらっしゃいませ、すいませんね、最初からこの名前で噛むって珍しいよね、呼ばれて嬉しくてテンション上がっちゃったから今、はい、そうですね、でよろしくお願いします。今回ですね、池澤さん以来となるですね、あの KNG、うん、何ですかこれ、強そう、桑谷さんネットワークゲストということなんですけども、はいはい、ちょっと愛を入れたらこれキングになっちゃいます、ね、そう、強いねっていう、桑谷キングのゲストということで、キングオブナツコみたいな、なんで愛抜いてるんだろうこれむしろなんかこう愛つけてさ、作ってほしかったねこれ、まあ、無理やりつけて何かを、はい、桑谷さんとはですね、非常に共演作が多くてですね、そうですね、瀬戸の花嫁とかローゼンメイデンとかですね、そこの他にもね、うん、まだね結構あるんですよね。え、例えば何ですか、クロノクルセイド、そう、あとマジカノとかね、うん、マジカノもそうですし、あとドラマ CD とかも多いですね、うん、結構ね、そう多いんだよ ね、そう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 、はい、ということでですね、はい、今回はあの力丸さんについてですね、いろいろお伺いしたいんですけども、はい、フリーの声優さんということで、はい、そのあたりについてですね、ちょっと注目して、はい、どうぞ聞いてください、いろいろ、じゃんじゃん聞いてください。本当ですか、はい、でですね、まずですね、いろいろネットで私調べましたところですね、ありがとうございます。いや、もともとですね、CS 放送のキャスター出身という経歴が出てきました。そうなんです。え、あの
意外すぎてびっくりなんですが。あ、意外ですか。はい、意外です。なんかちょっとキャスターっぽい。そんなことない。え、なんてことやら。でも声は綺麗だよね。あ、よし、ありがとう、なっちゃん、ありがとう。キャスターということは普通にこの読みの仕事されてるんですよね。ごめんね、のりちゃんほんと面白い人だから。面白いじゃないですよね。正直打ち合わせの段階から止まりません。すいません。CS のキャスター。そう、あ、一応でもこれもオーディションがあって、うん、はあ、あのそうオーディションの話をちょっともらって、うん、知り合いからそれで受けて受かってるので、うん、うん、だからあの別にあのなんだろう、そのそこのところから直接別に依頼が来たわけじゃなく、うん、一応オーディションを受けた上であの受かったもので、最初に決まったお仕事ということでよろしいですか。そう、あのちょっとその前はちょびっとね違う仕事をしてたんですけど。なるほど、はい、やっぱりそういう、はい、その芸能活動というか、うん、そのあたりからあのこちらの CS 放送のキャスターに決まった感じなんでしょうか。そうですね、あのなんか声のなんか喋る仕事はなんかこう声優さんとか、うん、はい、なんかこう例えばそのキャスターとかっていうカテゴリーは別に、うん、あの自分の中で縛りはなかったんですけど、はい、何かなんかこう喋るっていうか声を発する職業つきたいなとはちょっとなんかちらっとは思ってたりもした。その時にこの話をオーディションの話をいただいて受けに行って受かったっていう。でですね、あのそのあたりからあの声優さんになられましたよね。はい、で、はい、あのそのあたりのきっかけとかについてお伺いしたいんですけども。そのあたりのきっかけはですね、はい、あの一応CS この放送のキャスターは3年間やってたんですけど、はい、あの声の質からなんかやっぱキャスターって声の低く、うん、なんか重く喋る方がすごいやっぱり重宝されるんですよ、うん、なんか私の声やっぱりどっちか高いので、うん、声優の方が向いてるんじゃないっていうのは結構いろんなディレクターさんに言われてて、あ、そうかもしれないみたいな。声質が高いと。なんか声質とか素直だね。そうですよね、客観的な意見を、ね、こう参考にしたいの、うん、キャスターやれますって。そうなんだ、私向いてるかもしれないって。以上こうでも3年間はやって、あ、でもそっち方面いいかもしれない、確かにみんなが結構それは本当にいろんな生き方に言われて、よしそっち行こうみたいな。行こうみたいな。じゃあですね、ぜひともですね、力丸さんもですね、そのキャスター時代のですねお声を頂戴したいなと思いまして。よろしいですか。カズさん意外にしたな。すいません、無茶ぶりしますよ。はい、オープニングでですね、僕が喋ってるですねアナウンスと言いますかですね、はい、この番組はのところをですね読んでもらえます。はい、その当時のね、その当時の声で、当時のというか、その雰囲気で、ちょっと頑張って喋ると、うん、はい、この番組はネット界隈で話題になっているニュースをはじめ、最近のアニメ、ゲーム、漫画情報をニュースサイト管理人カーズ目線でお伝えしていく番組です。なんかちょっとでも、おー、でもね、それは嬉しい。今思いました。いや、あの私そうだ、昔ほら、はい、あのそのか年数だって年取ったんだ。そこに気づくの。そこに低くなって、あ、今でもね、それはね、低くなってるのはなんかこう私の技能がうんのじゃなくて年だ。いやいやいや、セクシーですねってなってますよ。いや、でもそうだよね。私いつもね、のりちゃんに言ってるの、のりちゃんエロいよねって。ありがとう、嬉しい、こういうことは嬉しい。私嬉しい。でもフリーだと割とこのですね、あの顔覚えてもらったりするので大変じゃありませんでした。確かにそれはそうなんですよね、顔とか名前とか、うん、そうだから力丸は、うん、まあでもまあそれキャスティング出てた時からなんです。名前はでも人に覚えてもらうために力丸っていう変わった名前をつけて、はいはい、まあ、でもそれは声優の時じゃなくて、うん、キャスターの時がそうなんですけど、うん、あの、うん、やっぱりなかなかで自分が最初入ったばかりで、どこの制作会社さんというか、どこのどういうのがあるのかというか全くわからないんで、ね、この業界がわからなかったもんね。そう、全くわからないんで、うん、まず本当に一つのところから仕事始めて、はい、そこから本当に一つずつ増やしていったっていう感じなので、うん、地道にね。そうそう、地道に。本当人とのつながりというか、あ、そうで、人とのつながりっていうか、なんか一つの仕事が入ると、うん、なんかそれが意外につながってったりするんですよ。なんかあの別に全部が全部そうじゃないんですけど、はい、なんか例えば変な話、なんかそのある物件、同じ作品でもある物件はこの制作さんだったのに、ある物件だと違ったりとかする時があって、あります、あります。 CD ドラマはここの制作なんだけど、ゲームはこちらの制作にっていう変わったりは結構するんですよ。そうなんです。でその時に変わった時に、例えばその初めてのところとつながりができますね。その時にボイスサンプル渡すんですよ。なるほど、そこでタイミングがね、え、自分で家で手焼きとかしたやつですか。もう手焼きしてます。全然ガンガン CDR とか DVR とか、すごい地味だよ。そうですね、そういうのはね、フリーの人はね全部
やるかね。そう全部そう CD のメモ、まあ、普通マネージャーさんがやるようなことですよね。そういうのあの事務所に所属してればボイスサンプルっていうのは会社で取るんで、全部その費用も会社が出してくれますし、あのウェブでも公開ね、声優事務所は公開しますけど、あれはそう事務所が作るんですけど、それも全て、ね、そう全てそうスタジオ取って何時間ぐらいかなっていうのも考えて、でミキサーさんにちゃんとこう、うん、あのミックスしてもらったりとかも考えて、はい、ここのスタジオのミキサーさんは良さそうだからとかっていうのも収録してる時にミキサーさんを見てるんです実は。見ててこの方だったらやってくれるかもしれないってちょっと見てて、あと何気に良さそうなとこだったら、はい、このスタジオは1時間おいくらなんですかって聞いとくんでメモっといて、安いところにやっぱそんなに偉いね、すごいね、その高いところでねかけるとどんどん加算でっちゃうんで、いろいろリサーチをしといて撮るぞって時に、撮らせてもらって、そうなんです、そうなんです。そのままご自分で営業といいますか、そのボイスサンプル片手に、まあ、営業っていうか、あの私はあの回ることはしないで送っちゃったりとか送らせていただいてます。いろいろあるんですね、声優さんの方もね送っています。はい、え、じゃあそのオーディションとかあるじゃないですか、はいはい、そういうのも、はい、やはり直接電話が来たりするのか、それとも今みたいな売り込みとかそういう形とか。売り込みっていうのは私本当にあの歩いてこう自分で行って仕事くださいっていうことは全くないんですよ。本当にやっぱ制作さんも忙しいんで、それよりかはいつも本当 CD とあのボイスサンプルとプロフィールを送ってるだけで、あのオーディションはやっぱでもフリーだからちょっとなかなか来ないのが現状なんですけど、そうですね、はい、あのそう電話です。電話でだから結局その今まで仕事をしてたところのところで、あなんかたまたまこう覚えててくれて、あこの役は声かけてくれようかなってきっと思ってくれた時にきっと声が電話がかかってきて、であのいついつなんですけどいかがですかっていう、さっきね話してたんだけど、はい、だから仕事をね全くやったことないところは難しいんだよね。そう来ない、うん、来ないです。まずほぼ来ないと思う。来ないです。全然来ないです。それは、ね、だから、うん、そこが事務所とに所属してる、うん、人たちと違うなと思ったのは、うん、あのね根本は一緒なの、はい、うち私、まあ、アイメンタープライズというところに所属してますけど、うん、例えばじゃあ私もやったことのない制作のところと、うん、お仕事初めてしましたと、うんうん、でその後に、はい、あのオーディションのあれもらえるかどうかっていうのは、例えば個人的にあの音響さんとか監督さんが気に入って、うん、桑谷を使いたいと思えば、うん、まあ事務所を介して桑谷さんをオーディションに、そうですそうです、指名という形で来るんですよ。それが多分まあのりちゃんとかが、ね、あの、うん、受けてるもので、うん、でじゃ あ, あの事務所からもらえなんていう、事務所に所属しててメリットが何かあるとすれば、はい、うん、マネージャーさんがマネージャーさん独自でやってる営業っていうのがあるじゃないですか。うちのタレント桑谷だけじゃないから、うちのタレントの誰かをもしよければ使ってくださいって、大雑把ななんかこう大きく大きな、そう会社対会社的な感じで、そうそう会社対会社の営業で、うん、その場合はあの私に指名をしてるわけじゃなくても、うん、じゃあオーディションあるんでアイムさんの誰かをあのどうぞあの呼んでくださいっていう大きな枠で、私はそれでも そこももらえるんで、それがチャンスとして、そうだね、そこがフリーとやっぱり事務所の違いですよね。指名プラス大きな枠でも受けさせてもらえるのが事務所に所属してる場合の強み。うん、なんか裏話をしてしまうとね、はい、私ほら事務所一回変えてるじゃないですか、うん、今年私事務所辞めるときに、うん、のりちゃんとかにもいろいろね、うん、フリーの方にもお話を聞いて、うん、ちょっと自分もフリーどうしようかなって考えた時期実はあるんですよ、うんうん、だけど全員になっちゃんは事務所の方が向いてるって言われて周りの方が知ってる人が全員フリーやってる方と、まあ、フリーを経験されて、まあ、今事務所を所属し直した先輩とかいっぱいいた、はい、あの相談したんですけど 100% に、はい、なっちゃんは事務所所属の方が向いてるって確実にみたいな確実にって言われて私も言ったのりちゃんとのりちゃんにもね否定されてなっちゃんフリーやめた方がいいよそうだから向いてる方と、ね、向いてない方っていうのは絶対いると思うんですよ。あなるほどね、うん、ね、私もいろいろフリーの、ね、方のほらやっぱり苦労を聞いてるんで、うん、聞いた時にうん、まあまず無理かなっていういろんなことを含めてですけど、それは、まあ、ですよねみたいなそうですよね、私無理ですよねみたいな結果になって、だって今の事務所に落ち着いてますから、まあね、いや、ね、ちょっとよかったと思う。ありがとうございます。すいません、本当に木丸さんからのアドバイスはパンダ、あ、そうね
それはですね、力丸さんのですね、新しいお仕事としてですね、はい、最近流行ってるですね、企画もの CD というのをこの番組でもですね、昔フューチャーしたことがあるんですけども、はい、お叱り CD というのがあるんですよ。これにも出られてるんですよね。はい、それでお叱り CD 時代に結構これシリーズはなんかね、はい、いろいろ出てるんですけど、はい、お叱り CD 自体は多分2、3年前ぐらいだったと思うんですけど、うん、いやこれはねでも私最初話が来た時に、はい、友達からこれに関わった友達から探してるのって言われて、うん、なんかツンデレツンデレし、いや嘘嘘出ればないツンしかない CD ツンしかない CD なんだけど出てもらえるみたいな何それみたいな、お叱り CD って言うんだけど何それみたいな。ここでですね、台本に僕のことを叱ってくださいってあるんですけど、はい、叱って、ぜひとも叱ってほしいんですけども、わかりました、なんか置いたしますかね。いやいいです、置いたしいらないそこにあったセリフって言っていいんですよ ね、うん、実際どんな感じで怒ってたのかって感じで、カーズさん一生地べたに這いつくばってなさいよ、こんな感じです。怖い、なんかこういうやらない感じでしょ、はい、ね、ほんとね、そういう人がこういうのを言うと効果てきめんだよね。ちょっとね、私今すごい思いついたんだけど、うん、カズさん急に言いたくなったんだけど、はい、ちょっとシチュエーションから入っていい？あ、はい、いいよ。カズさん夏だからかき氷練乳たっぷりいちごだよ、はいどうぞスプーン忘れちゃった、手で食えはいって感じでね、ゾなんか急に痛くなる。あ、もしかして S? 違う S キャラですか？なんか分かる、なんかなんちゃんの気持ちがだんだん分かる、カズさんちょっと言いたくなるでしょ、そんないじめたくなる、なんかね、多分ね S のね気質がすごいんだと思うんですよね、カズさん。私が S なんじゃなくてね、多分カズさんがド M なんだと思う。そんないじってくれとかオーラ出てないつもりなんですけど、いや力丸さんが、いやのりちゃんにいじられたことがもう証明ですよ。そうですね、いやこんなに大間でね、おばらかな方がこんなスイッチ入っちゃうっていうのは俺がもしかしてみたいな感じですよ。そうでもね、すぐここに素の力丸さんどんな方なんですかってなってるんですよ、ね、うん、でものりちゃんって柔らかく、まあ、実際ね見えるし、うん、はい、実際普段はすごく柔らかい方なんですよ、私ほどこんなボーディア入ったりしないしでもねのりちゃんやっぱりねフリーをやるだけあってシーンはすごいしっかりしてるんですよ。 ありがとう、そんな、なんか仕事の話とかもしてても、はい、なんかこうこれは違うと思ったことは絶対やらないしなんかねえ、なんか仕事のね、そういうところはしっかり言うし、その辺はだからしっかりしてるからフリーができるんだなと思いますよ。なるほどね、なんか一見なんかこう面白おかしいとかで大丈夫この人一人でフリーなんかできてんのって一見思われてるんだけど、全然そんなことはなくて、まあそういう意味では全然本当にやっぱり私より大人ですし、結婚しっかりしてるからこそできるフリーという立場ということですよね。ありがとう。そうそう、あでもね、ここのさっき質問なかった事務所に所属した方がいいなと思ったことはっていうところにつながるんですけど、なんかたまになんか自分でもどうしたらいいんだろうとかって思う時があって、そういう時になっちゃんにメールすると なんかなっちゃんやっぱ姉御肌だから電話かけてきてくれて、すごいいいアドバイスくれるんで、あやっぱ私事務所入らなくていいかも、私は私で事務所に入ったしがらみを言うんですよまた余計な黒い話を、いろんな経験話を、事務所はねここはメリットだけど、うん、ここデメリットだからみたいな、一応お互いねほら経験してること、それはどっちもあることじゃないですか。そうなんですよ、お互いやっぱり違うことを経験してるんで、うん、そこはやっぱりね、そうアドバイザーになるんで、お互いの立場からいろいろとね、それでもいいんだったらもちろん歓迎するしっていうかね、来た方がいいと思うしっていうのはあるし、なっちゃんねすごいいいアドバイザー、すごい的確な、そういう話ちゃんとできるってことは本当に二人仲いいなって感じしますね。うん、でも、うん、何なんか俺そうに見ちゃいそう、俺地雷踏みてみました今、社会のいろんな裏もないない、いや普通仲いいなと思ったから、ありがとうございます。私がさっきね手で食えって言ったのもしかして結構ちょっとライン思ってて、なんかここで実は後ろで嫌ってじゃねえかこの二人みたいな、いやそんなことはないです、ということで話は尽きないんですけども、はい、いきまるさんにはですねこの後のコーナーにもお付き合いいただきたいと思います。お楽しみに、お願いします。カーズラジオ夏子のせ、続いては10回ぶりのこのコーナーです。こんな子だったらいいのにな。最
最近ウェブを中心に各所で出現しているオリジナルキャラクター、それに僕が勝手に性格や喋り方などをつけて桑谷さんに命を吹き込んでもらうコーナーですという。はいはい、はい、あのですね、ゲストにですね、うん、声優さんがいらっしゃるとこのコーナーが復活するわけですよ。うん、そうです、はい、桑谷さんの許可制になっておりまして、はい、今日はね、のりちゃんがいるので、うん、のりちゃんにも一緒に参加してもらおうと。でも私ね、このここのこれ、はい、あの私がこれをね、うん、なっちゃん呼んで呼んでってすごいね頼んで呼んでもらっちゃったんだけど、はい、この話をなっちゃんが事前に聞いた時に、はい、なっちゃんがすごい楽しそうに喋ってて、はい、もうこのそのコーナー出たい出たいとかすごい思ってて、マジで。そうだからね、なんだろう、やっぱり声優さんといろいろ遊べるから、うん、遊びますね、面白いよっていう話はしてて、そう、なっちゃんがすごい聞きとして喋ってたから、うん、じゃあそんですね、うん、ぜひともですね、はい、吹き込んでいただきたいと思うんですけども、はい、今回2本立てでして、はいはい、まず1本目がですね、うん、みかんの国の贈り物、山地シスターズの、うん、みったんと、あとはですね、うん、東武鉄道のですね、姫宮奈々ちゃんをご紹介したいと思います。はいはい、まずですね、取り立てみったんみかんゼリーというのが手元にあるんですがですね、あります。このですね、これは何かと説明しますと、はい、和歌山で湯浅醤油を、販売している小原久吉商店さんがネットで独自に展開している、反則のためのキャラクターということで、うん、山地シスターズというですね、女の子たちのキャラクターがいるんですけども、うん、そのですね、代表格としてみったんがいます。で、うん、今の皆さん手元にありますよね、ありますこのゼリーが。まずこの女の子はですね、超可愛いんです。そうですね、はい、うん、これはですね、おかっぱ頭のですね、笑顔の似合うですね、非常にこのみったんって感じなんですけども、うん、なんじゃそりゃごめん適当でこれ食べていいの？あ、どうぞどうぞ。じゃあ食べます。じゃあこのみったんのみかんゼリーを食べます。あ、ちゃんとみかんが入ってるね。すごい。すごい。いや、美味しそうだよ。そうそう。具があるんですか？そう、具が入ってますよ。ちゃんとゴロッと入ってます。じゃあいただきます。いただきます。じゃんじゃじゃん。うわ、すごい、みかんがいっぱい入ってる。美味しい。これね、普段のゼリーよりもドロッとした感じというか。結構美味しい。美味しい。果汁たっぷり。果汁 100% というか。うん。みかんもほら、まんま入ってんの。うん。すごい。あの水で薄めてる感じが全然しない、みかんがなんか丸々入って、うんうん、果汁の部分が完全にこれ濃縮されてますね。純な、本当にね、かなり甘いですねこれは。あ、でもこれ全然女の子は酸っぱさもあるんで、全然いけます。あ、でもこれ具と一緒に食べると本当に美味しい、ね、酸っぱさと甘さで美味しい、これ、うん、これ超当たりじゃねうん、いや、これ本当に美味しいです。なんか全然いけちゃう。どんどん食べてます、今。じゃあこれさ、はい、連続にやるのに、もう一つの方、うん、あ、そうですね、2本立てなんで、今回ですね、はい、ですね、はい、姫宮奈々ちゃんなんですが、はい、これはですね、なんと持ち込み企画そうです、リマルのりこさんがですね、はい、このキャラをぜひ声当てたいですということで、プリントアウトして持ってきたんですよね。そうなんです、当てたいですっていうかね、のりちゃん勘違いしてて、はい、私こういうコーナーがあるんだよって言ったら、自分で調べてこなきゃいけないもんだと思って、宿題でもなんでもないのに自分で偉いから調べてきちゃったの。桑田、説明不足だったんじゃないんだよ。説明不足なんてやってね、のりちゃんが2回不足なんだよ。誰だってこうやってやってこいなんて、やってこいなんて一言も言ってないよ。私そう思う。基本的にね、放送作家用意してくるもんなんですけど、すいません、私も本当そう思う。だってのりちゃん真面目なんです。真面目だ。いやでもね、結構早とちり、そう、さすがフリーね、自分で行動しちゃうっていうね。そうです。いや、早とちりです、すいません、はい、本当に。でですね、こちらはですね、まあ、先月からですね、電話番号が新しくなった東武鉄道の、はい、ということでですね、誕生した、先月デビューしたアイドルキャラクターなんですデビュー、そう、先月デビューしたばっかの、はい、みちみちの新人アイドルですよ。新人アイドルですよ。清楚も売りらしいよ、清楚が。清楚が売り、のりちゃん得意なんじゃないですかね。あ、もう持ってきたしね、ぜひという感じなんですけども、はい、これがですね、漫画家のですね、空花小より先生のですね、デザインされたキャラクターで、そうなんですか、頑張れ鉄道娘とかの漫画を描かれている、まあ、イラストレーターかな、プロなんだ、プロの方が描かれたそうなんです。今回カーズラジオに出てくるキャラクターでこんだけ等身が多いと言いますか、まあ、大人っぽいキャラは初めてなので、まあ可愛さをね、残しつつも、はい、まあ、OL というかオペレーターというか、はい、まだなんかキャスターと若干近くなってきた感じで、はい、繋がった感じしますよね。このみかんの国のさ、うん、このみったんと比べたら、うん、みったんはだいぶデフォルメされてるのに対して、ね、このね、お姉さんはもうお姉さんだよね、うん、あ、リアルしこ、そうか、ね、SD キャラとリアルしこって感じで、ね、今日はいい感じでバランスがね、はいはい、だってね、力丸さんの持ち込みがくしくもいい感じでコーナーの盛り上がりに貢献しておりますが、って感じなんですけど、はい、じゃあこれをやればいいんだ、はい、そうですね、この声を当てていただきたい、やっぱじゃあ、のりちゃんを取りにして、私がみったんから言う、どっちから先行きましょうか、私から行く、やっぱり、了解です。じゃあお互いに、まあちょっとなんか文句があるんで、ありますね、はい、じゃあそれを代表
に、うん、はい、ですね、せっかく美味しかったんでですね、このみかんゼリーの CM 風な感じでこのタイトルを読んでいただいて、はい、一言あの食べてねとかね、いろいろ付け答え、ね、私じゃあこれデフォルメされたキャラなんで、うん、ちょっともしかしたら違うかもしれないんだけど、単純に SD キャラなのかもしれないけど、はい、ちっちゃい子でやってみます。ああの年齢を落とす感じで、うん、落としてやります。はい、はいはい、じゃあお願いしますね。じゃあ一斉のせい、はい、うん、じゃあいきます。みかんの国の贈り物、取れたてみったんみかんゼリー、おいしいよ。おいおい、みんな聞いたこれ、いいわ、CM だわこれ。そう、ほんと今 CM でとこのまま使えそうな、ね、大丈夫これ、お笑い選手商店さん、どうこれ、これ最高じゃない、即採用だと思う、はい、でもこんなちっちゃい子じゃないと思うんだけどね、ほんとはちっちゃい、イメージが、うん、はい、イメージを、ね、つけ込む、ね、そう、自分で言った 今初なんでね、多分これプロが当てたのは、はい、おしゃまな感じがこの絵とすごい合ってる。あ、そうですよ、うん、素晴らしいですね、うん、ということで、でもね、のりちゃん、あ、褒めてる場合じゃない、そうですね、次のりちゃんだはい、はい、じゃあのりちゃん、ね、自分のタイミングでいいですよ、スタートしてくれて、はい、いきます。いつも東武鉄道をご利用いただき誠にありがとうございます。7月1日火曜日より東武鉄道お客様センターの電話番号が新しくなりました。これからも東武鉄道をよろしくお願いいたします。ご案内は姫宮奈々でした。あ、そういう声なんだ。いや、ごめんなさい、私の声でもちょっと今いいね、普通に東武鉄道の人みたいっていうかさ、これさ、ほんと萌えキャラクターだね。そうですねなんかね、ましたか、これさ、鉄道にこの声が流れてきたらさ、立ち止まっちゃうもんね、声が綺麗だから、ね、声で引きつけるのそうそうそう、ね、やっぱり魅力を持ちなんで、うん、完全にそれが発揮されます。いいですよ、はい、はい、ということでですね、今回は山地シスターズのみったんと、はい、東武鉄道の姫宮奈々をご紹介いたしました。以上、こんな子だったらいいのになでした。夏子ラジオカーズの瀬、そろそろエンディングの時間です。番組ではメッセージをお待ちしております。はい、メールを受け付けているコーナーやメールアドレスはこのページの上の方に書いてあるので、適当に送ってください。はい、今回はですね、力丸のりこさんにゲストに来ていただきました。はい、はい、長い時間ありがとうございます。いやいや、そんな、こちらこそありがとうございました。3回目無視しましたけど、はい、素晴らしかったです。はい、すいません、なんかちょっとね、なっちゃった、なんか いつもの調子でだんだん喋っちゃったなんかこれちゃんとこう大丈夫だったかな。大丈夫です。じゃあですね、いろいろとお知らせとかですね、はい、リスナーさんへのメッセージをお願いします。はい、じゃあ一つだけお知らせいいですか。はい、どうぞ。今度ですね、八尾和樹さんとラジオをすることになりまして、でその名も恋立てラジオ、八尾和樹、力丸のり子、アイギズ温泉支部、8月27日水曜日から配信予定です。うん、よろしくお願いします。はい、最初に始まる番組なので、メールこう皆さんからいただけると嬉しいね。わかるわ、この番組にも、ね、メールがないからわかります、その気持ちは。陽介さんからメールしかないで、はいはい、そうなんです。なんかこのなんかすごい歌ってるのが総合警備型ラジオ番組らしくて、なんか特別実習があったり、社員指導があったり、社内報があったり、とにかくなんか八尾さんが皆さんのリスナーさんの相談に寄ってくれるコーナーがあるので、そこにメールを送るのを、ね、いただければと、はい、はい、楽しみですね、ぜひとも聞いてください。よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、次回なんですけども、アニメ監督の岸誠司さんが、あ、瀬戸嫁つながりですか、このラインは。もう瀬戸嫁のファミリーですね。岸監督、お酒用意しとかないと。いやそうだね、そのビールを、上地さんによると、しらくでもあんな人ですよっていう話なんですけど、まあ、そうなんだけど、テンション高い感じで、さらにビールね、あ、さらにちょっといっぱい行くぞみたいな、ね、おつまみとか置いとくか、機嫌はいいかもしれない、はい、楽しみですね。はい、ということでですね、今回にぎやかに3人でお送りいたしました。はい、ということで、お相手はカーズと桑谷夏子と力丸のり子でした。また来週。